森安五郎から1937年11月7日は、大日本帝国陸軍の軍人。最終階級は、陸軍副表彰尉。静岡県出身。主君校、君六等校四級。第二次上海事変の英雄。蘇州川作戦の大西洋図。森安五郎は1936年の、静岡高等学校卒業生。 第2本帝国陸軍補充員の見習い士官。1937年11月7日に、上海蘇州河南岸のおもむき家宅で戦死し、主君校、陸軍不評勝位に特進した。森安五郎正体の行動図、第2次上海事変では、荒劣な戦いであった。第3師団不評第34連隊は、戦時編成3800人、戦死者1248人。 戦勝者2146人。連隊死傷率は90%を超えた。要塞、陣地、水豪を張り巡らした中国国民革命軍第36子の強力な抵抗に苦戦。10月、軍部は緊急2200名の補充員を配置して、不評第34連隊を補充します。1937年10月13日。 森安五郎は補充員招待長として、不評第34連隊第1代隊第3、中隊に入隊しました。16日から25日にかけて、大場鎮近くの攻略作戦に参加し、招待を率いて、中国軍の16人目の兵士を捕虜にする。28日、不評第34連隊が、渡下作戦を開始し、森安五郎は、 最初に川を渡った部隊に属する。11月3日、森安五郎は小隊を率いて中国軍の二つの統治下を占領した。5日、蘇州河南岸の節野小成功里に占領。7日、命を受け林工事を落とすが、部隊の進軍は面向き家宅に阻まれる。午後2時40分、森小隊長と小隊が餌として中国軍の火力を集めて北に移動する。 北に、おもむきかたく統下の下に移動したとき、森安五郎は、中国軍の機関銃が、日本軍に向けて操射されているのを見た。森安五郎小隊長は傷を負い、自らの体で、特化圏の射撃工塞詐生命を投げ撃った。その壮烈な姿に鼓舞された部隊は直ちに、おもむきかたくを攻め、敵の大隊を壊滅した。その後、不評第34連隊は、 上海蘇州カナンガンを占領した。9日、紹介席上海から撤退命令。1938年10月7日、第4回シナ事変論功交渉、前例を破って、高4級金勲章を追蔵。1937年11月7日、ABCD 同盟順法、第2巻第28号、同盟順法、 第2巻第28号昭和13年上旬5 p 8 a b ジャパン、独立行政法人国立公文書館ナショナルアーカイブスオブ人面最下書昭和12年人面館127国立公文書館デジタルアーカイブ2021年1月11日閲覧不評並付録 w w w j a c a r a r c h i v e s g o j p 2021年1月11日閲覧、ありがとうございます。